ちょっと恥ずかしいですね、やっぱり。ただでとは言いません。聖騎さんのお人柄からして、私が出せるお金を受け取ってもらえるとも思えません。ですから、私は私自身を差し出してお願いをします。ダメですよ。それでは今していることも含めて絶対に知られたくないんです。私ごとお話を受けてもらうか、全部忘れて聞かなかったことにするのか、選んでください。よかったです。ありがとうございます。ダメです。それでは後からやっぱりなしと言われるかもしれません。その必要はありません。私は他に差し出せるもののない聖一さんへの代価として抱くことも含めてお願いをしました。これは私が出せる代価で、さらには口封じの脅迫です。決して体を使って聖一さんの恋人にしてほしかったわけじゃないんです。そうなのですか。財布と思ってくださっても
構わないですよ。聖一さんのキャラクターではないですけれど。本当に聖一さんは。私のお願いを聞いてくださってありがとうございます。その、ちょっと痛かったですが、気持ちも良かったです。遠慮はしないで平気ですので、毎晩でもお世話しますから。それはそれとして、幼い頃に少し覚えているご近所のお兄さんが今も変わらない優しい人だったというのは、なんだか嬉しいです。はい、すべてをお話しします。中からなんか垂れてきて、一度お手洗いに行ってもいいでしょうか。私の家は聖一さんと同じく如月家の分家でした。私は幼かったので、当時のことはよく覚えていません。ですが、屋敷に来られる分家の方などからお話を伺い、ある程度のことは把握しています。如月家によく尽くし、そして両親と旦那様の仲も良好で、良い関係を築いていたと聞いています。複数の方に伺って確認しているので、確かだと思います。その後どうなったかは聖一さんも知っての通りです。あれは不幸な事故だったとずっと聞かされてました。私もそう思ってました。はい、如月家の儀式には何かがついて回るそうなんです。そこまでは分かります。儀式の後には決まって何かが起きているようなんです。
あの、はい、そうです。一緒に行動する理由があればいいのですよね。建前で会っても。お客様に仕事をさせるレイ様ではありませんよ。それにきっとレイ様も一緒にお手伝いされます。それは、はい、そうです。思いつきました。二人だけで行動する理由。恋人になった、あるいはこれからなるので、二人だけでいたい。聖一さんはそのためにも私の仕事を知りたいと言うので、どうでしょうか。練習ですか？驚いたわ。私もです。ですが今はその幸せです。聖一さんは本気で和葉のことを思われているのですか？そう。ですか。和葉のことは本人から伺っていると思いますが、水月の家の子としてこの屋敷に勤める者として恥ずかしくないように育ててきたつもりです。どうぞよろしくお願いします。和葉は本当の意味で水月の子として迎えることができませんでした。それが私の心残りでしたが、聖一さんにならお任せできます。ありがとうございます。
それで、カズハが普段どんな仕事をしているか知るために、今日は手伝いがしたい。なるほど。構わないわ。私もまだやることがあるから、カズハが相手をしてくれるなら助かるもの。ところで、いつからカズハを意識するようになったの？この前二人で出かけてから？ずいぶん手が早いよね。ゼイチってそうだったかしら？私がその強引に。そちらの方が納得できるわね。まあ、それ自体はどうでもいいことだわ。男女のことは私にはよくわからないし、別に悪いことではないわ。サエも言っていたけれど、カズハの境遇を考えると、幸せになるのは祝福すべきことよ。それが昔から知っている聖一ならなおさらだわ。おめでとうと言っておくわ。よかったわね、カズハ。ありがとうございます、ヒレイ様。おばあさまからこちらを借りてきました。お屋敷のスペアキーです。普段は離れの方にあるのですが、今日は聖一さんに改めて屋敷を案内すると言って特別に借りてきました。これから行くところはロビーの奥にあります。それから動きやすい格好になってきます。さんがおっしゃるように、このお屋敷の中で私が調べることのできる場所は一通り見ています。はい、調べられなかった場所はこれまで4つあります。一つが人形の間、こちらは先日行くことができました。次がレイ様と旦那様の部屋、こちらは入ることはできますが、やはり調べるとなると難しいです。工房です。はい、地下室が人形の工房になっているのです。旦那様が怪我をされる前はよく使われていたそうなのですが、それ以後はたまにおばあ様が清掃する以外は締め切られていて、どこも私だけでは調べられない場所です。そして資料がある可能性が高いのもこちらです。ありますが、そちらはお手上げです。昔の言葉で書かれたものばかりですので、私が見てもわからないものばかりです。工房、旦那様の部屋、人形の間、レイ様の部屋の順番に可能性が高いと思っています。Thank you.